はい、今回の動画は2019年の2月の12日からなんですかね、またですね、このペイペイのキャンペーンが始まるということで、前回のキャンペーンの時にね、もう本当にね、非常に話題になりましたけども、まあ、前回のキャンペーンではね、ちょっと乗り遅れてしまったっていう人もね、いると思います。なんでね、このチャンネルではですね、まあ、今回のこのキャンペーンに向けてですね、まずはこのペイペイのですね、登録方法ですね、こちらをご紹介します。それではね、動画の方はですね、iPhone を使ってちょっとね、説明をしますんで、Android の場合、ちょっとね、画面が違うとは思うんですけどもね、ほぼ同じ形でできると思いますんでね、Android の方も参考にしてもらえればと思います。それではね、iPhone の場合はね、まずこの App Store の方を開いてもらって、この検索窓のところに、アルファベットで、カタカナでも出ると思うんですけど、アルファベットで PayPay ですね。PAY、PAY と入力をしてください。はい、そうするとね、この検索に PayPay が引っかかってくると思いますんで、こちらをタップします。はい、そうするとね、この PayPay QR コードっていうのがね、出てくると思いますんでね、こちらがですね、この PayPay のアプリになりますんで、こちらをダウンロードしてください。はい、で、アプリの方をね、起動すると最初ね、この新規登録っていう画面が出てきますんで、まずはね、ここに携帯電話番号と、あとパスワードですね、こちらを入力をして新規登録をタップします。はい、そうするとですね、ショートメールの方で、この4桁の認証番号というのが送られてきますんでね、そちら届いたですね、認証番号を入力をして、認証するというところをタップします。はい、これでですね、登録の方は完了になります。でね、今見てもらって分かるようにね、登録の方非常に簡単なので、PayPay の方がね、ちょっと気になっているという方でね、あと特にね、前回のキャンペーンにですね、乗り遅れてしまったなんていう方はですね、今回ね、ぜひこの PayPay の方インストールしてですね、登録してみてもらえるといいかなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。